はい、山田店長のどうでもいい話です。今日のテーマこれです。ゴールデンウィークの高尾山の混雑が満員電車並み点点点。さて何のことでしょう。今日も3分でアドリブでいきます。ドンってことで、高尾山っていうのが東京都八王子市にあるそうですね。都心にあるというのはちょっと初めて知りました。いや、まあ、標高599メートル、かなり人気のスポットみたいですね。登山されている方には、まあ、多分近くってことと手軽な高さってことだと思うんですけども、これ駅がですよ、どこ京王線高尾山口っていうのかなの駅降りた時の様子、早速この状況、そしてこれが多分駅周辺なのかな、これ中辺でしょうね。で、ここから登っていったこの登山路、登山道、こんな人おるの見たことないですね。私もちょっと山登り、ハマってやってるんですけども、これはすごいですね。ちょっとびっくりしました、見てて。もうこっち田舎、まあ佐賀県とか福岡とか熊本の山なんかこんな見たことないですよ。でこれが多分頂上付近のご飯食べるところでこうシート広げてらっしゃるんでしょうけど、これ書かれた記事の方はもうこれを開くだけですごい一苦労だったって。そりゃそうでしょうね。すごいことになってますねこれ。でこれは降りてるのか登ってるのかだと思うんですけど、すごい、本当初詣かよみたいな感じですよね。うわ、そしてこれが、ケーブルカー降り口の時のなんか20分30分待たれたっていうことが書かれてますけど、本当、ちょっとカルチャーショック軽いどころじゃないですね。もう山登りする者にとってはちょっと大ショックな映像を見させていただきました。満員電車かなっていうぐらいですよ。人の多さあふれてるっていう、これはまあゴールデンウィーク特有のことなんでしょうけども、まあ、山登り好きな山の店長にしてはもうかなりびっくりしたということでアップさせていただきました。ってことで最後の決め台詞、一日一生本日も絶好調様でいきましょう。ってことで今日も一日よろしくお願いします。さようなら。